チャイナチェリーもだいぶ芽吹いてきましたね。この親木の周辺に出てきた苗木をこのようなビニールポットに植えておいて、あとは放任なんですが、それでもこのように大抵のポット苗が生きていて、やはり芽吹いてきていますね。さくらんぼに比べたら実はだいぶ小さいんですが、真っ赤に完熟しますと結構美味しいのですね。それにたくさん実がつくんですね。あと苗木が、勝手に増えてきますので、どこかに一列にでも植えておけばですね、その時節には結構楽しめますね。真っ赤に熟したものは鉢植えにしておいた小さな苗木でもなかなか美味しいです。